はい、皆さんこんばんは。それではバイオハザード RE2 ですね、5パート目かな、やっていきたいと思います。それでは、アイテムを預けましょう。マグナムもいいかな。うん、アイテムを預けてしまって、ではエイダさんと共にこの下水道の中ですねを探索していきたいと思います。さあ行きますよ。来ないね、エイダさん。だいぶのんびりさんだ。さあここで、ハンドガンの弾を回収しておきましょう。うん、来たね。ちょ、後から走ってきたね。暗くて見えなかったのかな、サングラスかけてるから。しょうがないね。まだか。まだ引き返せるわよ、レオン。まさか最後まで付き合うぜ。じゃ、今のセリフは一応フラグです。というのは、こっから飛び降りてしまうと、もう戻れません。本当にこっちでいいのか？残念だけど。待ってろ。さあ、地震の正体は大きなワニさんでした。で、ここはまあイベント戦なんですけど、気持ち、これね、まっすぐ走ってると死ぬような気がするんでね、気持ち左右に避けた方が良かったと思います。ちょっとわかんない、まあ、とりあえずやべえなと思ったら避けてれば OK です。3回避けたら最後はもうあと走るだけ。泣けるぜー。で、ガス管を撃ち抜くと。はい、これで OK です。ダメージがあるかどうかわかんないんですが、その場にいるとクリシンボードの化け物が、この滑り落ちてきた、罠に、ダメージ受けるような気がする。なのでちょっと下がった方がいいですね。まあどうでもいいですね、そんなことはね。レオン、こっちよ。こんなの笑えないぜ。見えてんの？いいから上がって。本当にそのサングラスで見えてんの？この暗さ。あとハイヒールでここ歩くの大変じゃない？このわずかなこの縦軸にヒールがこう。だから油断しないでって。人を化け物にするウイルスじゃなかったのか。あれはワニだ。正論ね。無事逃げられたなんて感心。なんか私だけね、走らされましたね、今ね。エイトさん、普通に上から来ましたけど。道あったんじゃないの？その辺については何も言わないエイトさん。あら、とぼけちゃったわ、これ。整理させてくれ。アンブレラは化け物をどこに売るつもりだ？軍か？他のどこか？売るのは化け物じゃない。化け物にするウイルス。それを作ってるのがアネット。とても危険な存在よ。さっきのワニもずっと。はい、じゃあ降ります。質問には答えてくれないので。さて、ここはどうだったかな。はい、一応セーブポイントがありますが、ここはスルーで大丈夫かな。ね、まだ始まったばかりです。ウィリアムがやったみたいね。何者だ？アネット・バーキンよ。彼女が例の。時間がない。早く処分しないと。 G ウイルスを出しなさい。それは無理ね。これは警告よ。あら、そう。おい、待って。銃があるなんて反則よ。レオン。俺はいいから早く行け。彼女を止めるんだ、早く。
設のすぐそばよ。アネットを追ってる。彼女が持ってないならネストにあるはず。手に入れたら解析に回すわ。逃げなさい、アネット。逃げられるものならね。さあ、ではここでプレイヤーキャラクターが、エイダさんに変わります。負傷してしまったレオンはここで一旦お休みですね。さあ、エイダさんの装備、ハンドガン、弾9発です。あんたこんなのでよく生きてたな。ね、余裕ぶっこいてましたけど。なんかエイダさんというと、プシュッて飛ばして、このワイヤーでこう飛ぶイメージがあるんですけど、これはただのスキャナーです。そんなロストプラネットみたいなことはできません。秘密道具の出番。はい、ハッキングする機械ですね。例えば、ここ中入れないんですけども、このスイッチっていうかね、機械を入れた後にそれをこうハッキングして過剰なエネルギーを与えると、ショートして吹っ飛ぶという、どういう原理だか分かりませんが、そういったことが使えるようになりますと。ちょっとショートカットに入れさせてもらいますね。これ気になるんですよ、この。よし、行きましょう。あっけないわね。ではダクトの中を通っていきます。エイダさんはちょっとね、ライトがないんで少し暗いんでね、前回言ったようにですね、ぜひ暗い部屋で見てください。たくさんの G が、うぅヒュー。さあ、ここもですね、まずスイッチっていうか、あれを見つけまして、ダクト自身を吹っ飛ばしますと。で、次の部屋に入る前に、あそこ扉が閉まっていて、で、ここに切り替えスイッチがあります。で、これで、あそこのスイッチが開いたので、で、実はここにいるゾンビの襲撃を避けながらスイッチを探すなんてことをしなくても大丈夫です。で、ゾンビもスルーできるんですけど、せっかくなので足打ち抜いておきましょう。というのはですね、またここ開けてきて鬱陶しいんですよね。なので、まあ足打って安定じゃないかなと思います。さあ、ハンドガンの弾をまた回収していきましょう。さあ、入り組んだマップ、ゾンビの声がします。目的はここのエレベーターを動かすことなんですが、結構内部に続いております。なので、内部まで行くんですが、ここも足を打ち抜いておきましょう。ここはマップで迷ってフラフラしていると、次々にゾンビが起き上がってしまう、起こさなくていいゾンビまで起こしてしまって、後々逃げるとき大変なので、これをたどって一直線で行くのがいいと思います。これも足を打ち抜いておきましょう。ありましたね、あれです。あそこでスイッチを入れちゃいましょう。ついでにアイテムなんかも回収しちゃいましょうね。ここの先行手榴弾結構重要です。あー、生きのいいのが一匹いるな、こりゃ困りましたね。どっちに当たった？狙いがつけづらいな。生きのいいのが2いますね。まあ足を、おっと、弾はこれは使い尽くしてしまっても大丈夫です。よいしょ。とりあえず足さえ打ち抜いちゃえば、あとは避けるのはたやすいので。で、先ほど放置したやつがまだいるかな、そこに注意かな。ああ、頑張ってるね。君はこっちの足も打ち抜いていこうかな。よし、よく頑張ったね。
ではさっきハッキングしたのでエレベーターが動きますと。いたわね、アネット。余裕ぶっこいてますね。逃げ足の速さだけは認めてあげる。さあ、ではあっちの道からはいけないんですけども、違う道を通っていきます、ね、残念ながらここには入れないんですよね。うん、仕方ない。こちらの扉を行きたいんですが、なんとタイラントが、でタイラント来るんで開けたいんですけど開きません。なのでまたハッキングをかけます。やばいね、すぐ来るぞ。やばいと思ってたらほいで、切り替え機を切り替えておきます。ヒュー、そしてタイラントが来る前にここを吹っ飛ばします。あれ、どこ行っちゃったあいつ追ってくるはずなんですけどね。先行手榴弾が嫌だったのかな、ちょっといじめすぎちゃったかね。さあ、では、もっと先へ進んでいきましょう。ここにセーブなんかもあります、はい、で、次に行く場所なんですが、そうですね、ここ行きたいんだけど、うん、電気が通っていないと。じゃあ電気はどうすんべということなんですが、よいしょ、ここにヒントがありますと。まあ焼却炉の中にリストタグがあるということなので、そいつをまず回収しなきゃなりません。では焼却炉を開けましょう。普通にどう考えても人が入りたい場所ではないですよね。万が一事故があった時のことを考えると、入るのが非常に怖いです。焼却炉ではないですが、大型の冷蔵庫ですねに入るとき最初やっぱ怖かったですね。私もお仕事で入ったことあるんですけど、以前ね、こういう大型の冷蔵庫の中に入ったりするのって、なんかもし閉じ込められたらどうしようと思って非常に怖かったです。はい、では腕はリストタグですね。まあやっぱりそうなりますよね。やるじゃないの、私を焼き殺すつもり。あなたに G ウイルスは渡さない。あれを狙ってるのは私だけじゃない、知ってるでしょ。道連れがいてよかったわね。はい、ということで1分以内にここから脱出しなきゃなりません。なので、また、いろいろこのハッキングをかけていきます。で、全部で3箇所あります。これはね、なかなか最初はきついと思います。アネットと喋ってる間にハッキングをかけて、ある程度の場所を特定しといた方がいいですね。ここか。会話中でも出てきますので、ハッキングはできませんけども、ある程度、チェックしてた方が良いと思います。やってくれるわ、アネット。よし、というわけで、リストタグがあるのでここが通れるようになります。リストタグの貸し出し期限は10月1日です。期限内に返却してください。多分無理ね。よし、では先へ進みましょう。アネットを追います。さあ、開けたとこに来ましたけども、なんだろうな、あ、引っかかっちゃった、ごめんね。アネットの後を追いましょう。まだ追いかけっこを続けるつもり？ゲームは終わりよ。あなたの負け。聞いていい？旦那さんは元気かしら？まさか G を独り占めするために殺したとか。面白い考えね。あなたが協力しないならネストに向かうだけよ。やれるものならやってみなさい。
エイダさんの大ピンチですね。その頃レオンはどうなったかというと、エイダ、エイダ、はい、じゃあ、レオンも目を覚ましたのでこのままエイダさんの後を追うんですが、はしごがめちゃくちゃになってます。なので、違う道から行かなきゃなりません。といってもこのリストが動いてるんですかね。電気が通ってるんでエレベーターが動いております。これでエイダの後を追いましょう。で、一旦ここでセーブさせていただきたいと思います。はい、 OK です。それでは先へ進んでいきましょう。ホラーゲームのね、定番といいましょうか、恐怖演出の一つとして、この水辺に入るというのがあります。しかも汚れていて足元が見えない、これはねかなり怖いシチュエーションの一つですね。まずね、足元が見えないんで下に何があるか分かんない、何が潜んでるか分からない、そして動きが遅くなる、そういったところから余計恐怖心をねかきたてます。とてもですね、普通にここを歩くのはただ歩くだけで怖いと思います。例えば、こういう行き止まりの先ですね、アイテムが落ちております。お、アイテムならラッキーというふうに思うのですが、例えばこの行き止まりの先、アイテムを取った先にですね、この水面の中にですね複数体のゾンビが実は潜んでて、一斉にザバーって出てきたら怖いですよね。まあ出てこないんですけど、そういうのを余計ね想像してしまうとね、余計怖く感じますよね。いや、想像力が高ければ高いほどより一層恐怖心が増すということですね。ぜひ皆さんもそういうね怖いシチュエーションを想像しながら、最悪の、ね、シチュエーションを想像しながらゲームをねやっていただきたいと思います。さあ、特殊部隊ですね、死んでおります。みんな死んでます。で、何があったのかこのビデオテープに収録されておりますので後で確認しましょう。特殊部隊のデジタルビデオテープです。これビデオテープっていうか VHS じゃないのか、これ8ミリか、今時の子は見たことないんじゃないですかね。 CD とか DVD だと思いますが、昔はねこういうビデオテープというでかい、媒体がですね、記憶媒体だったんですよね。記憶媒体というか、まあ録画するものです。これ触れないでおきましょう。さて、ちょっとここの敵多少やっておきます。足をしというのは、ここの扉もちょっと今いるんで下げちゃいますけど、今は開きません。で、こっちも開きません。うん、開かないんですね。で、ここのアイテムなんか手に入るんですけど、これを取ってしまうと先へ進めなくなってしまいます。なので抜いておきましょうか。ここのアイテムは残念ですが一旦諦めます。諦めて、あ、こいつも足抜いてきます。あとこいつも抜いてきます。
ここは後で来ます。で、ここも鍵がないと入れないです。なので後で来るときにこいつら邪魔なんで、全員足をぶち抜いて芋虫状態にしておきましょう。そうすると後で楽になります。まあ、殺してしまってもいいんですけど、まあ弾の無駄なんでね、一応放置しとけばいいんじゃないでしょうか。さて、では今一度水面に入っていきましょう。嫌ですね、もう一度ここ入らなきゃなりません。なんかあったっけかな、何もないか。ほら、芋虫がいっぱいいるじゃないですか。もう張ってますね。で、先が見えないって非常に怖くて、例えばこういう風に突然下がなかったりするんですよ。で、暗いところでね、こう川なんか、川はないですけど危ないですからね、足元ね、注意が必要です。さあ、ブルーハーブを取って、ここはですね、ハンドルがないと開かないので、今はここは進めません。で、奥から気味の悪い声が、なんか今移動しましたよね。気味の悪い声と何か水面を潜っていくものがいました。ちょっとこいつがまたね、厄介なやつなんですよ。はい、見えますでしょうか。あそこになんかボコボコと動いてるやつがいます。こいつがね、厄介なので、出現したら横抜けちゃいましょう。ヒュー、はい、毒を吐いてきたりしてね、厄介な敵ですので、一応スルーできるものはスルーしちゃった方がいいですね。できない場合は頑張って、目玉を打ち抜きましょう。ケーブルカー、ここに、そう、こんな下水道の先にケーブルカーがありました。どこかに通じているのでしょうか。よし、そしたら暗くてよく見えないんですが、ここにショットガンの弾です。回収しておきましょう。そして彼女はどこに、救助、まあこれいいとしましょう。ここにロッカーですね、開かないロッカーです。ここは先ほど扉が開かなかった、地下室の鍵で取った先のチラシで分かります。なので、面倒くさいで今もう解いちゃいます。正解は SZF ですね。うん、後でまた取れるんですけども、ここは回収しちゃいましょう。はい、ある程度探索が済んだら下へ降ります。後戻りはできなくなりますが、こっちから行っちゃいましょう。嫌な音だ。どこだ。エイダ。エイダ、今行く。はい。足を怪我してしまって気を失っているエイダさんですね。あのままでは化け物の餌食になってしまいますと。なのでエイダを助けるため、彼女の元に行きたいのですが、その前にはまあいろいろ回収していきましょう。これ地下のパンフレットか、もういいかな。そうですね、これがビデオデッキです。こいつを先ほどの特殊部隊のデータを見てみましょうか。よせ、やめろ、やめてくれ、よせ、ダメだ、ダメだ、やめろ、おい、こっちだ、化け物、やめてくれ、そいつを殺すな、そんな、はい、あのウイルス、ネズミが拡散させたのか。先ほど殺されている人のね、ビデオテープが残っていましたが、どうしてラクーンシティがゾンビだらけになってしまったかというと、今みたいにね、Gウイルスがそのまんま、ネズミを媒介して街中に広がってしまったのが原因みたいです。うん、
恐ろしいですね。ネズミから媒介したということです。インフルエンザみたいなもんですね。あれも鳥から来たりしますけども。さあ、エイダのところに行きたいんですが、ここを開けなきゃなりません。で、ここを開けるためにはこのチェスの駒をですね、全部で6個集めなきゃなりません。現時点ではここにナイトが1個かな。あとここにポーン、あとここになんだっけな、これルークだっけ。3つしかありません。だから残り3つを取らなきゃいけないんですが、それが、この地下室の方にね、隠されております。1個はさっきありましたね。あれを集めてこなきゃならないんですが、今回お時間もいいところなのでここまでにしたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。